ルイージ・フェルディナンド・マルシーリルイージ・フェルディナンド・マルシーリはイタリアの博物学者であるハプスブルク君主国の外交官、軍人としても働いた。ボローニャで生まれた古代からの貴族の家系で貴族としての教育をボローニャの最高の教師から受けた。ボローニャで科学を学んだ後小アジアを旅しオスマントルコの軍政や博物学に関する知識を集めた。 帰国した後、1862年から、新生ローマ帝国のレオポルト一世に仕え、オスマントルコ軍との戦いに加わるガラー,アーバ川での戦いで負傷し、捕虜となり解放されたのは1684年である。その後も帝国陸軍で働き、軍事技術者としての才能を認められた。百八十六年のブダでの奪還や、翌年の新生同盟軍のトランシルバニアへの 進出に貢献した。1699年にカルロビッツ条約が結ばれ、停戦が発行し、トルコから領土が割上された後、教会確定代表団を率いた。マルシーリは8 5 0トルにも及ぶ旧ハンガリー王国内のトルコとの境界の地図を作成した。長くハンガリーに泊まり、博物学的な知識、資料、古物を集め、 後にロッカーに及ぶドナウ川流域に関する著作、デヌービウス・パネニーコ・ミズカスを執筆した。スペイン継承戦争では、ライン川沿いのブライザフ派の要塞を守るダルコ伯爵の副官を務めるが、1703年に、クロードル・イ・エクトルド・ビラールの率いるフランス軍にわずか13日間でダルコ伯爵が降伏した罪を問われ、ダルコ伯爵は死刑となり、 マルシーリは神聖ローマ帝国の名誉称号を剥奪された。神聖ローマ帝国の軍から離れたマルシーリは、スイス、その後、フランスを旅し、マルセイユなどで過ごし、海の生物の研究もした。訪れた地の産物、鉱物、鳥類、魚類の収集を行った。ボローニャに戻った後、コレクションは1712年にボローニャ大学に送られた。 ボローニャ大学に科学研究所を設立し、ドミニカ修道院の費用で最高の活字を揃えた印刷所も設立した。主著のドナウは1726年にアムステルダムとハーグで出版され、地図の部分は1744年に出版された。1725年に海洋学に関する著作も発表した。1715年に パリの科学アカデミー外国人会員に選ばれた。ロンドン王立協会のフェローにも選ばれた。ヘアーバーモン、チャールズ、エド、ルイージ・ファーデナンド、カウント・デ・マージリー。カトリック・エンサイクロペディア、ニューヨーク、ロバート・アップルトン・カンパニー、リスト・オブ・ロイヤル・ソサイティ・フェローズ1660から2007。ロンドン、ザ・ロイヤル・ソサイティ、2010年3月24日。時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年7月14日閲覧。r o y a l s o c i e t y p u b l i s h i n g o r g l マルシリーは、植物の学名で命名者を示す場合に、ルイージ・フェルディナンドマルシーリを示すのに使われる。ありがとうございます。